さんどうも、橋本でございます。前回続きまして、ウェーバー、伊藤への勧誘、早くも今日で最後の解説のことになりました。3回目の今日は練習番号15番から残り全部を解説していきます。練習番号15番、最初のボーイングですが、ゲスゲ、このスターはデクレッシェントと書いてありますので、ダーの一読みで弾いていただきたいと思います。でポジションですが、ゲスを第2ポジションで2、ゲを読んで0線1歩で押さえて取っていただきたいと思います。その後のボーイングですが、最初2小節間をアップアップと弾いて、残りの3小節間をダウンからの弓順で弾いていただきたいと思います。で繰り返し記号4小節前のこのボーイングは最初フォーティッシモで始まりますので、ダウンから入ってそのまま弓順で弾いていただいて構いません。最後はダウンで終わる形となります。16番8小節前からデードアに戻りまして、アレグロビバーチェ冒頭の音楽が再現されます。おさらいしておきますと、ボーイングは統一して弾いていただきたいと思います。でここも繰り返しがありますので、忘れないように注意してください。で16番から先も3番からの再現になります。でボーイングも同じ形で統一して弾いていただきたいと思います。で16番1小節目3小節目はダウンアップ、もしくはダウンダウン、どちらで弾いていただいても構いません。17番10小節目からのピチカートのポジションを説明していきます。最初のゲは開放で、次のハード、デーは第4ポジションを使ってハーをデー線で4、デーをゲー線に移って1で取ります。で次はギス、ハー、ギスになりますの でデー線1本で1、4、1取っていただき、でアーを2で取った後、次は第5、第6の中間ポジションを使ってフィス、チスを4、4と取ります。実はデー線で取る形となります。で次の小節は最初アイス A になりますので、第5ポジションを使ってアイスを1で A を2と取ります。で次はチスハーになりますので、デー線1本で同じく第5第6の中間ポジションで4、1と取った後、ポジションを変えずにフィスをゲー線に移って4で取って、最後のデーは第4ポジションで1で取る形となります。ゆっくり弾きますと、18番から先もポジションを説明していきます。最初は第1ポジションを使って初めから4小節間のこのハーまでをまとめて取ります。で次のチスは第3第4の中間ポジションを使って1で取ります。でアーもまとめて2で取った後、再びチスを1で取り、次もポジションは変えずにデー、アー、デーを2、2と取ります。でその後もポジションは変えずにアイス、チス、アイスになりますので、最初2拍間のアイス、チスを4、1と取った後、3拍目のアイスのみポジションを変えて第4ポジションを使います。2で取って次の小節のハー、デー、ハーを4、1、4と取っていただきたいと思います。初めからゆっくり弾きますと、になります18番9小節目からのポジションですが、アーフタクトのハーをデー線で4で取ってますので、ポジションは変わらずにデー線で1で取ります。でボーイングは今ダウンから弓順で弾いたんですけれども、フォーティッシモになりますので、全てダウンで弾いていただいても構いません。でその先のポジションですが、デーを開放、フィスをデー線で1で取った後、次は第3ポジションを使ってデーを1、4、4と取ればまとめて取ることができます。次の2小節間のフィスのタイですが、音ではフォーティッシモがついていますので、今のようにダウンアップと一読みで弾いていただいても構いませんし、1小節ずつ変え弓をしてダウンアップ、最後のゲーをダウン、このように弾いていただいても構いません。19番13小節前の2小節間のアーのタイですが、ピアノクレッシェンドフォーティッシモになりますので、アップ一読みで弾いていただいても構いませんし、もう少し音量を稼ぎたいのであれば、ダウンから入って1小節単位で変え弓をして、ダウンアップと弾いていただいても構いません。で、フォーティッシモになりましたとこから来ますと、ここまでこのようなボーイングとなります。で、先ほど弾きました
ましたが、19番4小節前からの4小節間はダウから読み順で弾きましたが、すべてダウで弾いていただいても構いません。で、19番から先の D のこのタイは当然途中で介入をすることになりますが、3小節単位で介入をするのであればダウンアップダウンと2回分介入、もし2小節単位で介入をするのであれば3回返してダウンアップダウンアップと弾いていただきたいと思います。モデラート手前2小節間ですが、音量はフォルティッシモが続いていますので、ここは両方ともダウンで弾くようにしてください。で、終わりに小節間ですが、ピアニッシモになりますが、もうシンプルにボーイングはダウンアップと弾いた後、最後も当然ダウンとなります。ここはもう介入をする必要はありませんので、ダウン一人で弓先で終わるようにしてください。はい、最後まで解説をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。最後にこの曲の構造においての注意点なんですけれども、モデラート手前のフェルマータ、ここで音楽が終わったと勘違いしてお客さんがフライングして拍手をする可能性があります。この拍手に動揺してその後の曲の進行を見失ってしまうのが一番よくありませんので、拍手が起きる起きないに関係なく本番では動揺することのないように注意しながら練習していただきたいと思います。ウェーバー舞踏への勧誘の解説はここまでとなります。最後までご覧いただきありがとうございました。解説動画の質問リクエストがございましたらコメント欄にどしどしお寄せください。合わせて高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回。